からなんかバンクーバーで開催されてる北米最大級のナイトマーケットに行きます。レッツゴー。じゃん、バスに乗ってマリンドライブ駅まで来ました。マジでなんか酔って気持ち悪い。で今日は今からここから電車で目的地の近くまで行きます。いつも乗ってるエキスポじゃなくて、何カナダラインに初めて乗るけん、ちょっと楽しみ。どんなのなんやろって。アッホー隣にはゾイがいます。はいゾイ。駅から今歩いて10分ぐらいで着きました。じゃじゃーん、ここです。行ってきます。めっちゃすごい。なんかタイのナイトマーケットみたいです。これ買いました、イエーイ。こんな感じで、なんかこっち側はご飯、向こう側はご飯コーナー、飲食店がめっちゃ並んで、こっちはなんか子供が遊ぶようなとこがめっちゃあります。なんか日本のイカ焼きみたいなやつやけど、なんとこれ1500円もしますね。高いですね。でも全部そんぐらいな料金、安くても1500円ぐらい。団子結構人気で人がいっぱいです。なんか夜暗くなってきて、やっとナイトマーケット感が出てきました。バイバーイ。イエーイ。今キロに着いてます。ほぼアジア、ほぼっていうか全部アジア系の料理。たこ焼きがめっちゃ5屋台ぐらいで、何言っけあれ、とんかつじゃなくて、とんかつじゃないやつ、串、何だけ、焼き鳥もう3本ぐらいあったし、3点ぐらいあったし、うん、いい感じだった。10月ぐらいまであるみたいなんで、もしバンクーバーに住んでる人は行ってみてください。めっちゃでかいけん、一個一個がでけん、何人かで行ってでシェアしながら食べたら一番いいと思います。私は3000、4000ぐらい使いましたです。バイバーイ。あと現金、キャッシュオンリーのとこが多いんで、現金持っていくか、普通に ATM もあったんで、ATM で下ろせるようなカードを持っていってたらいいと思います。バイバーイ。